一環として開催されます。阿部一二三選手、阿部詩選手、どうぞ大きな拍手でお迎えください。阿部詩選手は東京2020オリンピック柔道女子52キログラム級で、今日のこの柔道教室楽しみにしてらっしゃいましたか？そうですね、本当にこのような部屋を迎えさせてくれてる子どもたちを目の前にすることをとても楽しみにしていました。本日はよろしくお願いいたします。背負い投げが得意で、でもみんなは袖釣り禁止、両袖が外すけどな。僕の袖釣りは両袖やから、後でわざわざしてあげるけど、みんなにまだ教えれないから今日は背負い投げします。じゃあ一回投げるから見ててください。一番意識していること、背負い投げ。柔道入るときにやっぱり大事なのは崩しになってくるから、僕がもうずっとみんな小学生の頃くらいから一番意識しているのは引き手。引き手を高く大きく引き出す。歌も言ってたけど、相手が前のめりになるくらい、しっかりここを大きく引き出すっていうのをイメージして技に入るようにしてます。みんな色を決めたいので、見てあげる。はい、じゃあね、みんなで必ず
一二三選手が見て回ってくれるのでね、しっかりその場でやっていきましょう。いいですか？まだみんなまず上がってね。こっち空いてるよ。こっちの方空いてるよ。みんな。西側空いてるよ。西側空いてます。でこうこう引き出して自分から入っていくんじゃなくて相手をもうちょっと引き出す。そう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 。じゃあ、お兄ちゃんが攻撃するか。なんか聞きたい技ありますか？私の技で。
すごい嬉しかったです。パリ五輪で金メダルを取りたいですか？どちらに、どちらから先に行きますか？ひふみ選手でお願いします。パリオリンピック絶対金メダルだと思ってます。はい。皆さん、パリオリンピックの金メダル見たいですか？なら、はい、持って帰ってきます。みんなとたくさんお話を聞いて、まあ、自分のアドバイスをみんなに説明できたで、だから、まあ、僕のアドバイスをちょっと自分の柔道の中に取り入れてみて、まあ、これめっちゃ技が入れやすいとか、まあ、めっちゃ早く入れるようになったとかなるとすごい嬉しいから、またこれからみんな練習試合頑張ってください。じゃあ皆さんには、はい、そうですね、今日本当に皆さんに少しでも私の技術を教えられて、少しでも吸収してくれるとすごく嬉しいですし、この先柔道っていう競技を楽しんでもらって好きになって強くなりたい、また柔道強くなって今日連れてきてもらった両親に感謝の言葉だったり感謝の気持ちを伝えたいっていう思いが一番大切なのかなと思うので、今日の日々というものを忘れずに柔道を好きになり続けて柔道を楽しんで強くなってもらえたらなと思います。ありがとうございました。いや、今日は集まっていただいてありがとうございます。まあそうですね、本当に自分がこう現役中にこういう、まあ明日もあるんですけどアベカップっていう大会を開けて、まずは本当に良かったなっていうふうに、まあ、思ってます。なんでそうですね、はい、はい、そうですね、アベカップという私たちの名前の大会、またイベントっていうのを開催できてとても嬉しく思いますし、今日小学生と、まあ、触れ合えることができて、また自分の技術を少しでも教えることができてよかったなと思う反面、やっぱりこう、まあ、どうしたらいいんだろうとかそういう疑問点もいろいろ浮かび上がってきた部分もやってみてあったので、そういうのはいろいろなんかもっと考えないとなっていうふうに思った部分はあって、でもいろいろな経験をさせていただいているので、すごく自分の柔道人生としてはなんていうんですかね、将来に向けてもスタートできてきてるんじゃないかなと思うので、今回はこのような機会をいただいてすごく嬉しく思いました。いや、思い終わりました。まずこのアベカップっていうのをやるにあたって、まあ、今回第1回なんですけど絶対に、まあ、兵庫県でやりたいっていう思いがあったので、だからこの兵庫県でできたことっていうのはすごい嬉しく思うし、なんかこうそうですね、感動したというか、はい、まあ、自分の大会、まあ、だし柔道教室なんですけど、うん、なんか感動しましたね。あ、こんな大会できるとこまで来たのかというか、うん、ちょっと感動しちゃいましたね、はい、どうですか、ね、そうですね、本当に高校生までここの会場で私も試合をしていたので、すごく感慨深い、戦っていた舞台で自分たちが小学生に教えることができるっていうのがすごく感慨深いなと思いましたし、またアベカップっていうその旗だったり映像だったりを見て、すごく子どもたちに夢を与えられる存在になったのかなと思うと、ちょっと頑張ってよかったなっ
って思う反面、これからももっと頑張らないとなというふうに思いました。まあ子供たちと触れ合う時間もそうだし、大会を開くっていうのはだって柔道教室だけやるのか試合だけやるのかっていうふうにやっぱ最初絶対なって、でもまあ僕たちのそのわがままというか2人でやっぱどっちもやりたいよねっていう、まあ柔道教室もやりたいし大会もやりたいよねっていうので2日間取らせてもらいました。まあそこの話が一番やったかな。自分たちの試合をしたいねっていう、まあボソッという感じから始まって、でそれが大きくなっていったので去年だね、の世界選手権終わったあたりぐらいですかね、うん、そうで終わったあたりぐらいから、はい、ちょっとずつ、だから今回の世界選手権絶対負けれなかったっすよいやもう負けて柔道教室大会なんか開けへんなと思いながらそのプレッシャーとも戦ってました。リユミかな、リユミか、自分たちの大会開きたいなみたいな感じで、でもほんまにいろんな有名な方の山下先生の試合だったりとかは昔から知っていたので、そういう感じでその自分たちの名前がついた大会を持つって、まあ、ずっとこの先もずっと何年も何十年も続けていけるような大会にしたいと思っているので、そういう大会を開きたいなっていう、いや憧れというか、その現役の選手で大会をやってるってあんまり聞かないし、ないじゃないですか。だからそういうのも含めて現役中にやりたいよねっていう思いもありましたね。今は僕たちが現役中でこの大会することに意味が、現役中にやるっていうことに意味があると思うし、そのだから子供たちが僕たちに会う機会っていうのも作れるっていうので、まあでもそこのこだわりというかありますね。現役中にやりたいっていう思いはありました。いやーすごい元気で、すごい元気すぎるぐらい元気だったなっていう印象ですね。まあでもすごいパワーもらったというか元気もらいましたね。本当にあの純粋な目で私たちのことを見てくれて、はい、小学生の頃を思い出しました私も。あ、そうですね、なので結構まあ無茶ぶりではないですけど、はい、私があんまり多分試合で1回も出したことのない、皆さんも多分見たことがないと思う体落としだったんですけど、でも一応練習はしているので、はい、そのために練習してたのかなと思います。教えるために、はい、何ですか、昔は小学生の頃とかってね、自分がこういう大会できたらというか、まあ、そういう夢って持ったりする、まあ僕も絶対小さい頃そういうのは少なからずあったので、まあでもあとはこう自分が、まあ、オリンピックで優勝して、まあ、柔道選手で憧れ誰って言ったら阿部一二三選手って言ってくれる子がいたり、まあ、でもなかなかこう僕のちっちゃい頃の印象で言うとやっぱ有名なトップの選手と触れ合う機会、会う機会っていうのがあまりなかったので、まあ、こういうみんなと、まあ、自分が大きくなって、まあ、夢を与えれるじゃないですけど、まあ、みんなにこう触れ合える機会を作れて、うん、本当良かったなって思いますね、はい、私は昔から有名な選手だったりすごい選手を見て自分もああなりたい、でも自分が子供たちに夢を与えられる選手に絶対になるっていうふうに決めていたので、今日アベカップを通してやっとそういう存在になれたんじゃないかなだったりで、私たちを見てまたこういう試合を開きたいって思う選手が一人でもいたらまたこう柔道界は盛り上がっていくと思いますし、そういうのがこうつながっていったらなと思いました。まあまあ第2回第3回回数重ねていきたいと思ってますし、本当日本全国なら各地ですね、北海道でやったり沖縄、まあ、例えばで言うと、まあ、沖縄でやったりとか、また東京でやったり、まあ、でもやっぱ一番は海外でやったりってみたいなって思いもあります。そのアベカップを海外で、例えば海外の子供たちにやってみたいって思いはありますね、うん、多分まあフランスだったり柔道がすごい人気な国で私たちの試合を開いてっていうのは、まあ、この先この大会の目標として掲げていくものかなと思ってます、うん、
彼はパリオリンピックこれから迫ってきて忙しい時期になってくると思うんですが、その前に彼みたいな。まあ、終わってからの方がいいんじゃないですか。だからまたプレッシャーと戦わないといけない。はい、負けられない。銀メダルなんかぶら下げて帰ってこれないですよね。だからもうそうですね。元から外す気ないですけどね。はい、もうそうですね。でもまあ子供たちもパリオリンピックとかっていう、やっぱオリンピックっていうもの、そのオリンピックで存在っていうのは絶対知ってると思うし、どんな大会っていうのは、まあ、高学年の子たちだったんですけど絶対分かってると思うんで、うん、まあ、何が何でも勝ちたいですよね、やっぱ2人揃って、うん、まあパリで金メダルしかないかなと思ってます。そうですね、持って帰ってくるっていう約束したのでその約束を果たせるように持って帰ってきます。